出ないでしょ。出ないですね。だからまあこの方法を取ったんですよ、多分考えても結論出ないですで、これはこの方法を取らずにね、違う方法でやればいいじゃないかって、それはいいじゃないかって言えばいい人たちはそう言いますけども、今ここでこうやって混乱を生じさせないからといってね、うまく斜めてやったからといって、後にじゃあうまくいくかって絶対無理ですというふうに僕は判断して、僕と知事は判断してね、まあ、今回混乱が生じたらもこの段階でもきちんと決めよう、これでダメだったらもうしょうがない、もう諦めますよ、これで僕は落選ということになれば、だからそう対抗は立てて白黒つけてくださいねって言ってるんですよね。だから状況が変わらないとかなんとかっていろんな人が確か石原大臣に言ってましたけどね、それは法廷協議会とか中身全然知らずに安易に言われてるわけでね、今回は状況を変えるどうのこうのというのは別に選挙やらなくても状況を変えようと思ったらできるんですよ、法廷協議会のメンバーを変えようというのは。でも今回も白黒つけてくれと、もうこれ以上なんかいらないというのは落としてくれという、そこですよ、重要なこと。だから向こうは大義がない大義がないって言いますけど、落とすことに大義あるんです。もうやめようでいいじゃないですか、都構想やめようで、そこは大義ですよ。それと今度 統一地方選挙とか市長選挙で戦うべきところは戦う、そうやったら今落としてくれればいいじゃないですか、まあ、都構想ストップするんですから、そこがもう選挙の一番の 大義といったらまた読売が大義ってどうやってもしょうがない記事書いてましたけど、でもそこに理由必要性があるわけでね。だからなんかここで民意を得たからそれを状況変える、状況変えるために民意を得るための選挙なのか、そんなんじゃないです。白黒つけてよと、ゆうけちゃん皆さん、ここまでずらっと何年もやってきたんだから、これ以上また進めていってもいいのかね、無駄だったらスパンと切ってくれた方が、役所も助かるし。いや、自民党とか民主党とかが出さないのは本当にダメだと思いますけど、一方で、マック赤坂さんと橋本首相だけが戦うっていうのもどうかなっていう気も、それで大義っていうのもどうかなっていう気もするので、いやいや、だからきちんとやりますよ。で、落としてくれないんですよ、有権者の皆さん。マック赤坂さんだったそれは失礼ですよね。それは名首相になるかもありがとうございます。みんな本当に笑い顔が絶えない王様